皆さんこんにちは、ケイエンジェルです。お元気ですか？今日は、皆様にお知らせがあります。こんにちは。お知らせがあって、このビデオを今撮影しています。ちょうどこの私のこのビデオのすぐ前に、一番最新に皆様にお届けさせていただいたインタビューの動画があります。ビデオがあります。これはアメリカのスターシード、高次元のこの惑星、一つの惑星オクトラス。これは日本語で何度も何度もいろんな方にこういうふうに言うのですよ、こういうふうに発音するのですよと教えられても、どうしても私は発音できないので、私の言い方で理解していただきたいと思います。どうしてもそれを意識して言おうとすると、言葉がつっかえたり詰まってしまって言えなくなるので、ずっと私が何年にもわたって、私の方法で発音してきた言い方を皆様にもこれからも許していただきたいなと思いますが、オクタリアンであるビバリーネーションチャネラーであり、オクタリアンのスターシードであるヒーラーであるビバリーネーションとのインタビューを前回皆様に字幕ということでご紹介させていただきましたが、そのインタビューの中で私たちが話していたエナジートランスファーリセット、エナジートランスファーリセットという一つのヒーリングエナジーワークのモダリティがあります。これはビバリーさんがその工事のオクトラスの人たち、オクトラスの生命体たちに教えられた方法であり、これは今現在ではこの地球上で100人を超えて、このヒーリングのモダリティを使って活躍しだした人が、私も人の一人ですが、100人を超えたということになります。最近までは本当に数人しか、10人ぐらいしか、この世界でこの最もパワフルなエナジーワーク、ヒーリングワークのエナジートランスファーリセットを施すことが、施しているものがいなかったという、この霊気よりもパワフルな、もしかしたらこの今の地球上で3次元の4次元の領域で一つの最もパワフルなエナジーワーク、ヒーリングワークであるかも、あるとはっきりとビバリーが伝えているエナジートランスファーリセットのことに対するアナウンスメントのビデオです。前回このエナジートランスファーリセットのことを中心にしてビバリーとのインタビューを40何分にわたって、させていただいたものを皆様にもシェアさせていただきましたが、思ったよりも、本当になんかたくさんの方が興味を示してくださり、このモダリティをぜひ学びたい、このセッションを受けたいと言って、たくさんの方が日本で興味を示してくださったことに対して、私もビバリーも驚きとともにとっても嬉しく、そして心から感謝しています。もう、2人ぐらいの方が直接私の動画からビバリーを知ったということで、ビバリーに直接英語でメールをくださっているそうですが、いくつかの質問にここで私が答えさせていただきたいと思います。そして、ビバリーも、今じっくりと2人で話し合っていますが、日本でのこのエナジートランスファーリセットのスターシードのプラクティショナーさん、ヒーラーさんたち、このモダリティを伝授するで、人々にこのヒーリング方法を分かち合ってセッションをできる、このスターシードの人々を養成するクラスを日本で私とビバリーが共同ワークとして一緒に開くことが決定しました。日にちはまだはっきりとは確定していないのですが、2018年の8月の終わりぐらいになる予定です。そしてはっきりはまだ確定していませんが、およそ日本で土曜日か日曜日の午前中、もしくはお昼ごろとなる予定です。このスターシードトレーニングコース、オンラインウェビナー、オンラインセミナーをビバリーと私が一緒になって、スターシードのトレーニングを行うことが決定しました。そしてそのことについて、いくつかの質問、ここまた数日後、もしくは1週間か2週間以内の間にビバリーと一緒に簡単なアナウンスメント、正式な日程を決めて、時間も決めて、いくら費用がかかるかということも全て2人で話し合って決めて、2人でまたアナウンスメントのビデオを配信させていただくことになると思いますが、今の段階で、いくつかの質問が出ていますので、それを私なりに、
ビバリに直接メールをしてお返事をいただいた方は別として、私がここで答えさせていただきたいなと思っています。なぜスターシードでなければいけないか、この今、とってもパワフルな霊気よりも効果があるというこのエナジートランスファーリセットはどうしてスターシードでなければいけないのか、これもすべてビバリーが報告しているこのクラスを受けられる人々、そしてこのクラスはどういうものであるか、エナジートランスファーはどういうものであるかというのは、すべてオクトラス、もしくは高次の生命体たち、オクタリアンたちだけではなく、このエナジートランスファーリセットのセッションに立ち寄ってくれているおよそ200から250名の高次元の生命体たちは、オクトラス人の他にプレアディス星人、アンドロメダ人、シリウス星人、アトランティス人などが含まれていて、その高次元の生命体の他、高次元の生命体、みんな高次元の生命体ですが、天使や大天使、そして私たちのオーバーソウルと言われる私たちのハイヤーセルフ、そして私たちの分身である、もう一つの側面である高次元に存在している生命体たち、それは私たちです。私たちも付き添ってくれて、エナジーワークを一緒にやってくれて行ってくれるので、一人のソウルがヒーリングをするわけではないということを、ここでも皆様にご報告、お知らせしたいと思います。どんなヒーリングも、どんなモダリティも、その一人の人間がその人のエネルギーを使って誰かを癒したりしているのではありません。その人の体を使って、その人を媒体として、高次元や神ソースと言われる、もっともっと高い、もっとパワフルな全知で全能の神様のような存在が、その媒体を通してクライアントさんにそのエネルギーを、ヒーリングのエネルギーを送っているのです。だからこそこのエナジーワークというのは効果があり、私たちが人間としてこの小さな体の中に入っているエゴの状態の一人の人間が誰かを手かざしで癒しているのではありません。そのように言っているヒーラーさんがいたら、本当に何度も昔の古いビデオでもお話しさせていただきましたが、ふっと後ろを振り向いて逃げていった方がいいと思います。私たちは誰も一人だけ特別なパワーで、特別なヒーリングエネルギーやヒーリングパワー、特別な力を与えられて生きているのではありません。みんなが神の一部であり、みんなが一つであり、みんながイコールであり、平等であり。友人から電話がかかって中断されてしまいました、とりあえずこのアナウンスメントのビデオ、アナウンスメントのビデオですが、エナジートランスファーリセット、ビバリーネーションとケイエンジェル、私が一緒に日本に向けて、日本の皆様に向けてライブのオンラインウェビナーを8月に開くことになりました。先ほども申し上げたように、詳しい日程、そして時間はまだ次回にビバリーと一緒にアナウンスメントビデオとして正式に報告させていただきますが、その前にいくつかコメント欄でも、また直接のメールの中でいただいた質問に私の方から答えさせていただきたいと思います。スターシード、このスターシードトレーニングクラス、なぜスターシードでなければいけないか、言ってみれば、私もいつも皆様に、伝えているように、地球上ではこの私たち人間、今は人間、人類、ヒューマンビーイングとしてここにいるかもしれませんが、実際にほとんどのみんなが、あなたも私も、この無限とも感じられる永遠の命を与えられている中で、この前世がもうたくさんあるパラレルリアリティ、パラレルワールドの中でか、何百年、何千年、何万年、何ミリオン、何億年も前にか、どこかの惑星やディメンションを変えて、この 3D や 4D のディメンションではなく、もっと私たちが高次だと言っている高いディメンション、この大天使やアセンデッドマスターが存在していると言われているディメンションから、ディメンションの
ディメンションにも存在していた、旅を続けていたソウルたちであり、誰一人この地球上だけがマイホームであるというものはいないということです。いないのです。その点から見たら、私たち全員がスターシードであり、では誰でもこのエナジートランスファーのトレーニングを受けられるのではないか、みんな僕も私もスターシードではないかという質問に対して、これはビバリーが、オクトラス工事の生命体からガイダンスとして、受け取っているすべてチャネリングのメッセージです。チャネリングのメッセージ、そして彼らが言っている意味、スターシードという意味は、今私たちが、例えば私がここに人として存在していて、地球上に存在していて、でもこの瞬間に、今この同時にもう一人の、または二人かもしれません、三人かもしれません、私の分身、私のもう一つの側面がパラレルリアリティの中で、高次元と私たちが見ているこれらの惑星、もう 3D の地球上での人類よりもずっと私たちが進化していると思っている地球上の歴史をもう何度も何度も繰り返して、とっくにもう卒業して、この 3D の相対性の存在の仕方を卒業した高次元の生命体、それがオクトラス星であり、プレアデス星であり、アンドロメダ星であり、シリウス星であり、どこでも構いません。とにかく高次元のこの惑星や他のギャラクシーに存在している、同時にオーバーソウル、私たちのもう一人が存在しているとしている状態に限って、スターシード、彼らが言うスターシードであると、彼らがみなします、みなすのだそうです。言ってみれば、これはビバリーが言っていましたが、ダブルスターシードだけがこのクラスを受けられるということです。そしてまた質問で、ではなぜスターシードでなければこのモダリティを学ぶことができないか。それにはいくつかの理由が挙げられていましたが、一番大切なことは、スターシードでない人々が、誰かがこのクラスを受けることはもちろんできます。誰でもクラスを受けることはできます。誰でもどのようにメディテーションをして、どのようにクライアントさんを誘導していっていいのかをクラスや教科書で学ぶことはできます。それに対してクラスを受けることに対して、全くその人が、病気になってしまうとか、その人には理解できませんということではありません。でもスターシードでない限り、このヒーリングのモダリティを学んで、ある誰かに、クライアントさんにそれを施したとしても、ワークをしたとしても、全く効果を表さないのだそうです。全く効果がないのだそうです。それは先ほどお話ししたように、そのプラクティショナーさん、そのヒーラーさんが癒してエナジーワークを送っているのではなく、そのバッグに必ずどんなセッション、どんなクライアントさんに対しても、そのプラクティショナーさんをバッグにして、最低200人、200何十人、250人にも及ぶ高次元の生命体たち、光のビーイングスたちがサポートしてくれ、一緒にそのセッションを手伝ってくれているということなの、ことなのです。ですから、スターシード、ダブルスターシードでない今のこの地球上だけに転生を今の段階でしていて、この今の段階でパラレルリアリティとして、パラレルワールドで高次元のそれらの惑星に同時に存在していなかった場合には、それらの高次元のファミリーたち、オーバーソウルと言われるあなた自身の、もう一人の側面であるあなたやそのファミリーたちのサポートを受けることができないからだそうです。そしてもう一つ、このエナジートランスファーリセット、文字通りエナジーをトランスファー、エナジーをそのプラクティショナーさんに移すということなのです。クライアントさんたちのとってもヘビーな、重たい、ネガティブな過去のトラウマや
今までずっと繰り返してきたとっても重たい魂の契約、私はこの人生で苦しむことを選びます、この人生で貧困を選びます、この人生で憎しみという感情を選びます、この人生で嫌われるということを経験します、この人生で孤独を経験します、この人生で愛を得られていない、愛とは何だろう、愛ということをなかなか感じることができないということを経験します、この人生で誰かを傷つけることを選びますと言ったような魂の契約を、すべてその重たい重たいエネルギーをバイブレーションをプラクティショナーさんたちがトランスファーしてクライアントさんたちからすべて受け取るのです。ですからそのような重たいエネルギーを、もし光の工事の生命体たちが何百人もバックについていてくれない限り、一人で背負ってしまうことになるのです。そうしたらどうなると思いますか？それはもうその全てのネガティビティを背負ってしまって、地球全体を、惑星全体を両肩、小さな両肩に背負ってしまったような感情になって、病気になったり、心が憂鬱になったり、鬱のような状態になったり、そしてバイブレーションが下がってしまうので、ネガティブなエンティティと言われるアタックなども受けやすくなってしまうということです。そのような理由によって、今の段階ではエナジートランスファーリセットの、トレーニングの、このコースを受けることは、ダブルスターシードという、同時にもう一人の自分の側面が個人の生命体として今この瞬間に存在している人たちが受けられるということを、オクトラスの生命体たちからガイダンスを受け取って、ビバリーがそのように、ビバリーではなく、これは高次元の生命体たちが決めていることです。でももしかしたらこれは私が感じることですが、やがていろんなことは今変化し続けています。いろんなことがリバースされています。 いろんなことが、全く逆転して変わってきています。それはスピリチュアルなことも同じです。そのような事実から見て、これもやがてリバースされて、すべての人にその、エナジートランスファーリセットに耐えられるエネルギーがユニバースから、グレートセントラルさんから降ろされてきました。みんなもう安心してもいいです。みんなもうノックアウトされることがありません。アタックを受けることがありません。同じようなパワーをみんな、人類は目覚め、自分たちが神の一部としてお手伝いすることができるので、すべての人にこのトレーニングを受けることが可能になりましたというアナウンスがあるかもしれません。私はそんな気がしてなりません。でも今現在の段階では、ビバリーが、一番先にこのクラスを設けるという、ガイダンスを受け取って始めた、この始められたパワフルな、ヒーリングモダリティ、エナジーワークはスターシードだけしか得られないのだそうです、受けられないのですそうです。そしてほとんどのスターシードがもう自分がスターシードであるということを次々に気がついてきており、今の段階でほとんどの方が分かっておられるはずですが、万が一もしあなたがこのクラスにとても興味があり、自分がスターシードかどうか、自分がこのクラスを受けてもいいのかどうかということが分からない場合は、ぜひ、近日に、皆様にリリースできる新しいウェブサイト、今ウェブサイトを一生懸命立ち上げています。この新しいウェブサイトのリンクを次のビデオで、ビバリーとのこのアナウンスメントのビデオでリンクを貼ることができるので、そのリンクに、ご連絡ください。フルネームだけです。フルネームだけが必要です。生年月日も性別も住所も何もいらないので、フルネームだと E メールアドレス、あなたの E メールアドレスからそこのウェブサイトを通じて、私はこのクラスを受けられますかとフルネームを交えてご連絡くだされば、私とビバリーが、一人一人のエナジーに、アクセスしてスターシードとして、受けることができるかどうかを工事の生命体たちにも相談して、お知らせ、返信ということが、返信させていただくことができると思います。どうか、たくさんの今、E メールが
ビバリーのところにも私のところにも増えてきて、だんだんたくさんいろんな相談を受けたりするようになってきて、とっても感謝して、いつも本当にじっくりと読ませて、時間をとって読ませていただいていますが、一人一人の一つ一つの相談や、メッセージに、タイムリーに、返信することができなくなってしまっています。できなくなってしまいました。でもこのスターシードの件に関しては、もう簡単にこのフルネームでクラスを受けられますかという質問をくだされば、私とビバリーが2人で必ず、高次元の生命体に、許可を得るか得ないかということを判断して、得られるかということを判断して、折り返し返信させていただきます。そしてこのクラスを受けるにあたっての最後に、この金額ですが、これもいくつか何人かの方にご質問をいただきました。いくらかかるか不安です、私が払えるかどうか不安ですというようなコメントもいただきました。それに関して今ここで言えることは、このモダリティをマスターして、プロとして、ヒーラーとして、プラクティショナーさんとして、このエナジートランスファーリセットのセッションをクライアントさんたちを取って活躍されている人の中では、20ドルでそのセッションをされていたり、逆の方向に行くと1人600ドル、全く同じセッション、全く同じエナジーワークを600ドルを、チャージされて行っている人もアメリカに実際にいるのです。それは、今後また、セッションの中で、このクラスの中でお話しさせていただきたいと思いますが、それはすべて個人個人の、あなたが考えられることで、これだけをチャージしなければいけない、これをチャージしてはいけないといった決まりなども全くありません。それを、分かっていただいた上で、このクラスを受けるフィー、このクラスを受けるフィー、金額はほとんどの方にきっと払うことができる、なんとかできる金額になると思います。ここで今はっきりとまだ決定は、今ビバリーと話しているところですが、決定はしていませんが、何万円もかかりません。2万円もかからないと思います。2万円は絶対にかかりません。この、ライセンスを取る、ライセンスというかサーティフィケートを取るのに2万円のお金はかからないはずです。でも私の場合、ここで皆様にも理解していただきたいのですが、このビバリーと一緒にワークして、私が仲介として、サポーターとして、また通訳として、トランスクリプションなども、全て私がこれからワークして開始するお仕事です。共同作品です。何時間も何十時間も 何日も何週間もかかる作業も実際にあるのです。実際このウェブサイトにもたくさんの投資がかかっています。たくさんの時間、たくさんいろいろな学びがかかっています。クラスの数時間、この数時間だけが私が、心を込めて、真心を込めて費やした時間ではありません。マニュアルを翻訳したり、その他にウェブサイトを一生懸命学んで、そのウェブサイトの中でもいろいろなものをちゃんと投資して、セットアップしなければいけない、このような準備期間、そして私一人ではなく、これは2人のワークで、ビバリーとのワーク、ビバリーのワークが入っていて、ウェブサイトを手伝ってくださっている方のワークも入っていて、ですからこれを本当に、無料フリーで提供すること、または1000円や2000円で提供することはできないということを皆様にどうか理解していただきたいなと思います。でもたくさんの人々が必ずそんなに、無理をしないで、このパワフルなモダリティを学べるように、これからたくさんのライトワーカーたちが増えて、そしてたくさんの人々の魂の契約がリリースできるように、お手伝いをするために私はここに存在しているので、そんなに何万円もかかりません。ご安心ください。先ほど最後に、これは今この地球上でもしかしたら最もパワフルな魂の契約を破棄し、そしてクリーンな状態、魂をピュアな生まれたての状態のように戻る、どんな契約もどんな約束事も、個人一人の決めてきた、経験しようと決めてきた約束事も、誰か仲間たちや、トゥインソウルと決めてきた契約さえもリリースすることができる、このモダリティは
霊気よりももちろんパワフルだとビバリーがいつも言っています。なぜ霊気よりもパワフルかというと、霊気は、霊気のエネルギーは今のこの人生でその人にエネルギーを送っているとします。誰かのクライアントさんのエネルギーを送っていたら、このそのクライアントさんのその人生にしか効果がありませんよね。その人生、その時のこの今のその時の状態にしか効果を表さない霊気のエネルギーですけれども、エナジートランスファーリセットはパラレルライフ、過去性、ディメンションを変えたこの全ての側面、あなたの側面が同時に癒され、この一人のこの今のこの地球上でのソウルがそのエナジーワークを受け取ったら、同時に存在している全てのそのソウルのツイン、仲間たち、オーバーソウルたちも同時に魂の契約を破棄して自由になることができます。これ不治の病さえも治ってしまう可能性がある。そしてもしかしたら愛する動物、言葉を話さない動物にも効果があるかもしれない。動物は魂の契約を自分で決めて生まれてきているので、人間にはコントロールができないと言われていますが、もしかしたらその2つのソウルとの約束でこれは叶え、もしかしたら動物にも効果があるかもしれない。そして最近これはまたチャネリングで受け取ったメッセージですけれども、このようなマンツーマンでどうか魂の契約を放棄してくださいとお願いして、ちゃんと意識で分かっているクライアントさんだけではなく、例えば精神的に何が起こっているか分かっていないような場合のソウルたち、例えばアルツハイマーの患者さん、そして子どもたちではダウンシンドローム、ダウンシンドロームの子どもたちや自閉症などの子どもたちにも、そのハイヤーセルフ、昏睡状態にある、ソウルにもハイヤーセルフに語りかけ、ハイヤーセルフがよし、このモダリティのこのエナジーワークを受け取りますと言ってくれた場合には、そのような場合にもこのセッションを施すことができるということが最近分かりました。今回はこのアナウンスメントをいち早くビバリーと一緒に、詳しい日程が決まってから、皆様にご報告しましょうという、その一歩手前に私が一人で、簡単に説明させていただきましたが、これは、あと1ヶ月後ぐらいに必ず日本に初登場、クラス第1弾を開きたいと思います。ウェブサイトに もう少し詳しいことが、書かれていると思いますので、このウェブサイトのリリースもどうか楽しみにしていてください。いつも本当にどうもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それではまた。ナマステー。